フェラーリ275、フェラーリ275、フェラーレ275は、イタリアの自動車メーカーのフェラーリが一連の2 5 0 g t 系の後継車種として生産した、ロードスポーツカーである。ただしそれまで市販されていた、フェラーリのロードカーが、レースカーをベースに作られていたのに対し、最初から、ロードカー、グランドツアラーとして設計されているため、格段に車音。 断熱などが向上し快適に運転ができるようになった。総生産台数は約950台と推定されている。1964年秋のパリサロンで一般に公開された。バリエーションが多く、ウェーバー6連キャブを搭載した 275GTB6C、アルミニウムボディを採用した 275GTBC など埋虚に暇がない上、 顧客のオーダーで様々な仕様が存在している。ボディは、いわゆるロングノーズ、ショートデッキで全長 4325mm、全幅 1725mm、全高 1245mm だが、スカリエッティ製のボディは大量生産ではないため細かい部分で、ディテールが異なり身も、個体差が大きい。大きめのフロントグリル下の両脇にフロントバンパーが付く。 トランクのヒンジ部分が、ボディ内部にある。車両重量は発表時 1050kg とされたが、実際は 1100kg を下回ることはないと思われる。エンジンは、ジョアッキーのコロンボが設計した、ティーポ213、60度、V 型12気筒、ボアハイ 77mm ストローク 58.8mm、総排気量 3285cc で、 ストロークはベースになった2 5 0 g t 系のものと同一ある。バンクごとに1本ずつカムを持つサイチェシー2バルブユニット。3機のウェーバー4 0 d c z キャブレターが標準。圧縮比9.2から最大出力 280PS7600rpm、最高トルク 30.0kgm5000rpm を発生する。 さらに出力が欲しい顧客のために、やや小型の人帳クウェーバーキャブレター6連装で 300PS7500rpm という仕様も製作された。それまでのフェラーリのエンジンには特殊なカップリングを用いた冷却ファンが採用されていたが、この 275GTB から電動ファンが採用された。トランスミッションは250など従来モデルでは4足。 MT にオーバードライブを装備して対応してきたが、このモデルで初めて 5MT を装備した。デファレンシャルギアと一体のトランスアクスルとしているし、ハンドリングに関しては、世界中から賞賛を集めた。ポルシェシンクロによる5速リバースで、ギア比は1から5速が3.075から2.210から1.572から1.250から1.104。最終減速比は3.555。 最高速度は標準型時速 250km と発表されていたが、アメリカ合衆国の出版物での一致した、見解としては初期型について最速度時速 257km とされていた。ボルグベック、現、ボルグワーナー製クラッチは、エンジンの後端に取り付けられ、エンジン、クラッチハウジングとトランスアクスルは、途中にベアリングを持つプロペラシャフトで連結されていが、 このプロペラシャフトのアライメントズレのため特定の速度域でバイブレーションによるフロアの共振が認められたため1965年にプロペラシャフトを廃止しエンジン、クラッチハウジングとランスアクスルをファイ 75mm のトルクチューブでリジットに固定して振動問題を解決しまたシャーシ強度も向上したリミテッドスリップデフを標準で装備するトランスミッション デフの潤滑は、インプットシャフト後部に設けられた、専用のオイルポンプで、強制潤滑される。ボディデザインはピニンファリーナで、製作は、g t p がスカリエッティ、GTS がピニンファリーナと分担して行われた。ボディの材質は、ボンネットとトランクリットがアルミニウム製で、それも和は、スチール製。フロントノーズ周辺の気流に難があり、 時速 160km を超えると十分なダウンホースが得られず、ハンドリングや安定性に問題があったため、1965年にダウンホースを増やすためノーズを延長するとともに、エアインテークを改良し、最高速度が時速 8km 向上した。シャーシはそれまでの 250GTK と同じく楕円のマルチチューブを溶接して組み上げられたラダ,ダーフレームで、 フェラーリのディーラー以外では適切なメンテナンスが難しい。ホイールベースは 2400mm、トレッドは前後それぞれ 1400mm、1420mm、後期型となっている。サスペンションはロードフェラーリ発となる4輪独立圏×で、前後とも不当調アームによるダブルウィッシュボーンにコイル、アブソーバースタビライザーとブロンズブッシュの組み合わせ。アブソーバーは、 コニ製が採用されている。ブレーキは4輪ともダンドップ製のキャリパーに、ソリッドディスク、真空倍力によるイタリア製サーボアシスト付け、前後独立の油圧系統を持っている。しかしディスクが薄くて、小さすぎた。ホイールが14インと小さく体型ディスクを入れられない、こと、役立たずのイタリア製サーボを採用したことから、制動能力は不足しており、 サーボやパッドを優秀なものに交換しない限り、オーバーヒートやフェードに悩まされ、世界中から非難された。しかしこれは、最終的に改良されないまま終わった。サイドブレーキは、独立した、スイングキャリパーをリアに備える。ホイールは、カンパニオーロ製のマグネシウム合金。サイズは、前後とも、前期型が6.5リットル14イン、後期型が7リットル14インで、センターロック。 オプションでボラーニ製のワイヤー、アルミホイールが選べた。タイヤは 195HR14。インテリアはウッドハンドル、ウッドパネルで1960年代のイタリアンスポーツカーの典型である。これらの装備はレースカーからの技術フィードバックによるものが大きいが、ステアリングは 250GTK から続く、ZF 製。 ウォームローラーで、ラックピニオンはまだ採用されてない。6機のウェーバーキャブレターを搭載したモデルで、最高出力は 300PS、7500rpm に向上した。6機のウェーバーキャブレターを搭載し、オールアルミニウム製ボディ。1965年ノルマン24時間レースに、エキュリー・フランコル・シャンからのエントリーで、シャーシナンバー6885が出場し、 総合 3GT クラスで優勝した。1966年のパリサロンで発表された。シリンダーブロックは、サイチェシーモデルと同じでボアストロークも変更がないながら、新設計のシリンダーヘッドを採用し、フェラーリのロードカーとしては、初の4カム DOHC、かつドライサンプエンジンを採用した。バルブアングルは、サイチェシーモデルの57度から54度へと狭められ、 吸排気効率の向上と燃焼効率向上に寄与している。キャブレターは6機のウェーバーダウンドラフト 40DCN-17 ツインチョーク。圧縮比は9.8で、最高出力は 300PS、8000rpm、最大トルクは 30.0kg、6000rpm で、パワーバンドも広くなり、扱いやすくなった。 ギア比は1から5速が3.076から2.119から1.572から1.250から1.038へと変更された。最終減速比は変わらず3.555のままだが、最高回転数が上がったため最高速度は発表値で時速 268km へと向上した。ボッポは前期型に比べ約9 0ト、mm、ル長いロングノーズで、 前期型に比べ小さめのグリルの両脇にバンパーを加えたような造形になった。高くなったエアクリーナーをクリアするためボンネット上にバルジが設けられた。またリアウィンドウが前期型より広く取られ、トランクのヒンジ部分が外部に出ている。タイヤは 205HR14 に変更された。ステアリングはラックオピニオン。 1968年のパリサロンで 365GTB4 が発表され、その生産を得た。生産台数は350台ほどと言われる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。